デンスケさん、ちょっとどうも皆さんこんにちは。今日はデンスケさんがいていいですよ。あ、ちょっと見ていいですか。なんかおかしくないですかこれ。ガム踏んでさ。え、ガム？ガム。なんすか。ガム踏んでここくっついちゃった。え？いや、まあ、靴とかじゃねえよ。車がガム踏んだのね。うん、デンスケさん。え？デンスケさんって作業車のミラーありますよね。作業車のミラー。熱い。作業車に。ガラス黒。ガラスは黒いか？黒くはないでしょ。どうしたんすかこれ。じゃこれ水垢だって。いや水垢こんな黒くない。え、これ作業車ですよ。作業車。なんでこんな黒くなったんすか。鍵閉まってる。なんか僕と関わる人ってガラス黒くありません。いやいや、じゃむしろもっと昔のが黒かったよね。じゃあもっと濃くしましょう。なんで急にスイッチ入ったんすか。ちょ入ってないって何も。中から見えます？中から全然見えるよ。普通よ。普通ですか。うん、しかもね、皆さん、電車屋さんね、スピーカー変えてね、ツイッターまでつけたでしょ。じゃあそれもやったじゃん。いやいや、動画で出してないですよ。嘘。そう、出してないと思う。つけたでしょ。で、後ろにサテライトまでつけたでしょ。ね。あ、でも中見える、ちゃんと外見えるっすね。ちゃんと見えるよ。ちゃんと見える。薄いサングラスぐらい。でも貼ってると分かる、ほらほらは分かるよね。分かる。でね、違うんですよ。ガラスもおかしいけどね、まあ、ミラーもおかしいけどね、これアビーのミラーですね。ミラーアビーで、のホイールは、ホイールはもらいもんで、うん、鈴木のホイールね。鈴木のホイールで、でウーファーミカカル君からもらったサブウーファーついて、で車高がなんか低ないですか。車高はノーマルで、純正足回りや。違う。あ、でも間違ってないんですよこれ、うん、純正。後ろが荷物重すぎてダウンサスみたいになったんですよね。そうで、ケツ下がりになってた、なってた状態で、気づいたらなんか前がね、ぶっかぶりそうな。これ何ですか、これ何で下げたんですか。純正。違うじゃないですか。純正足回り。本当ですか。うん、 L880K だね。それミラーじゃないですね、うん、コペンだね。コペンの足。コペンの純正ショックに、はい、なんだ、エスペリアのダウンサスが入ってる。それって必要以上に下がってません。必要以上に下がってるね。コペンの足回りはだけ入れればどうだろう、5、6センチ落ちるんじゃない。そっからなんすか。そっからダウンサス分だよね。で10センチぐらいは落ちてるんだ。だって車高調みたいになってるもん。なんかやばいですってこの車。しかもね、これね、今何やりました今。え、なんて。今鼻くそ止めたかと思った。いつもちょバレるでやめてよ。これ後ろ、あ、ちょっとだけで僕乗っていいですか。ちょっと後ろ、これすごい鼻くそ溜めてねえし。いや、なんか鼻くそ溜めたかと思った。これ開いてます。開いてない。開けてください。運転席に乗ればわかるよ。ここ後ろ乗りたちは沈み具合みたいですよ。じゃあなんかみんなこれさぞかすストロークないんだろうなと思いますよね多分。まあ俺で十分なんじゃない。ちょっと乗ってみましょう。俺が乗れば。あ、まだ甘いっすね。じゃあ乗れんもん、ここちょっと狭すぎて。ちょっと僕乗ってみますよ。いきますよ。かぶりますよこれ。うん、かぶってない。かぶってないですか。うん、これ走ってるとね、フェンダーここまで来るんですよ。もうちょい下がる。あ、違う、電車さんちに下がると思ったらここまで来た。うん、そこまで下がる。こんだけストロークあるんですよこの状態で。やばないですか。しっかり伸びるしね。いや、おかしいんですよこれ。あ、そっか、純正だから伸びもあるんですよ。そう、最強。アクセル入れてないのにアクセルみたいな動きしてる。これ作業車って皆さんどうでしょう。なんで作業車じゃんこれ、ちゃんと荷物乗ってさ。電車さんこれでいろんな業者行くんすよ、電装品取り付けに。うん、どんな業者が来たらと思う。普通じゃね。みんな顔見知りだもん。結構大手も行くじゃないですか。いや、違う、まあ俺が大手だね。こんな感じで電車屋さんはいらんことをしてるという報告をしたかっただけです。うん、まだ生存してましたって。ナンバーもね、こんなひん曲げて。でも前よりおとなしいでしょ。買ったる人あんまいないな。え、こういうやから張りする人もおらんすね。でも昔のステッカーの貼り方ってこうじゃなかった。そうって貼るとなんか昭和の人間かなと思っちゃう。じゃあこうなってって、ね、ってこうなってったじゃん。あ、なってた。まあこのミラー、あの、要注意です。高速道路縫って走ってるんで。最近、ね、最近めっちゃ煽られるんだこれを。うん、知ってんじゃないですか電線屋さんって。あ、電線屋さんだみたいな。じゃあさっきもさ、カプチーノか B とかなんか分からんけどさ、早いと思ってないですかカプチーノ。じゃあめっちゃもうこの辺走っとってよ。勝負してんじゃないですか多分。じゃあだってちょっとした坂道ね、はい、単発になって20キロしか出んかったんだわ。やば、イグニッション行ったんすか。うん、行っちゃっとったね。でもこれが一番ね、ちょろちょろ走るんですよ。
で、これ後ろにこうやって引っ張ってから行くで、俺。やばい。じゃあ、まあこんな感じのただのラフ動画です。じゃあね。はい、さよなら。ラフすぎるラフ動画。